2023年度子どもたちの心を育む活動、活動テーマ異年齢で学び、紡ぎ、作る感動舞台、受賞団体吹田夢志団大阪府。大阪市のベッドタウンとして発展してきた吹田市で12年前から活動する吹田夢志団、地域と子どもたちの交流が希薄になる中、小学4年生から高校3年生の子どもたち30数名が自分たちの住む町に誇りを持ち、お互いを認め合い切磋琢磨しながら演劇やダンスなどの表現活動に取り組んでいます。異年齢で活動することで縦横斜めの人間関係を築き、さまざまな葛藤や軋轢、楽しさを学びつつ社会性や表現力を養います。また一人一人を大切にし、自分が自分らしくあることを重視しており、個の持つ多様性や個性を伸ばしながら社会で有用感を持てる次世代の育成を目指しています。